そこそこの強さ。このフロックスのやつは普通に振っても強いし、反撃としても最強クラスなんで。失礼します。はい。フォクスは軽いですね。いた。ごめんなさい。こんな軽く高いキャラ、軽くなかったら終わりだけなんです。強すぎー。ちょっと、ここですね。仕留めます。優しい心の持ち主。いたたたたた。未来予知します。ここであなたは、あ、すいません。ここであなたは、あ、すいません。いやぞ、未来予知飛びます。あ、と、飛びます。あ、いやぞ、はい、未来予知なんですね。想像できてた、だろうなって思いました。美味しすぎる。え、宴？普通たらだけではこの空泳、フォックスの空泳はね、空泳コンボが始まると宴って呼ばれてますね。意味はその通りです。あの、そのままですね、意味は。痛い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 。なんだそのキャラは。あれも宴か？もしかして。あら、死ぬぞこれ。いや、マジか。回避誘発の俺の横火が。あ、宴来た。宴火力高すぎ、笑った。おかしいだろ。宴発動。相手は60ぐらい入るね、パーセント。地上宴。見て。こんにちは。すいません。ほい。飛ぶ。波動拳。何か、ええー、何どういうこと？すれ違い伝説やめろ。通り魔。あ、何？俺のこの通り魔が相手を通りすがりに撃墜するこの通り魔クーエ、俺が結構好きなやつです。あ、ごめんなさい。はい。こう、通り魔ってね、これ。相手を通りすがりに殺していくっていう。これ。で、これ地味に相手のガードの上側が漏れるっていう。はい。ああ、重いな、あなた。あなた重いですね。あざっす。これ地味に対空もできる。ちょっと強いね、これ。地上の相手にも当たるし、
2段あるからジャスガもされづらいし、仮に相手がジャンプしてても当たるっていう。はい、強い。はい、はい、強い。しかもめっちゃ漏れやすい。てか漏れさせられる。なんか上側、ガードがちょっと削れてれば、上側を狙える。ガード漏れを誘発できる。ちゃんとシフトされたら何もないんだけど。強いからな、マジで。見せてやろ、この宴のパワーを。クエヌとかさ、当ててもさ、なんか弱とかさ、DA とかかけるけどさ、それで終わりじゃん。宴は、直接、この、着地クエヌはね、直接宴に繋げられるっていうパワーを持っていますね。ほら、直接宴が始まるんですよ、これ。はい、強い。しかもジャスがされない。2段あるから。ジャスがされづらいってだけに。されないわけじゃないわ。空母では出ません。違う。美味しい。ほら、宴が始まるんで。強い。怖い。帰れます。ね、このね、この通り魔、これね、隠された能力があって、この通り魔のこの1段目と2段目あるじゃん。上って。一段ウースマが確定っていう、隠された能力があるんですよ、実は。見せますよ、これから。隠された能力、ウースマが覚醒するっていう。ちょ、ガードすんなって。見せたいんやから、今が。ほら。これ、隠された能力っすよ、これ。クエヌでいいとかそういうのないんで、聞いてないんで、まあ、一応ねクエヌの確定パーセントが過ぎた後も確定するんで何はまあでもやっぱ強キャラからな、大会で別に安定しない方ってわけでもないと思う。ネスとかに比べると全然マシやと思う。結局強いからね、キャラが。いたたたたいたた、さらば。はい、これが対ビトロボットの副調子ですね。カウンター？あ、すみません。そのばかり。未来を予知していく。肝心な時に弱入れ込む。やめて。セーフ。何？え？突然方向転換してくれてない。さよなら。